はい皆さん毎度毎度、はい、今日はね大したことはないねヘアマニキュアねまあ昨日もちょっと塗りながら考えたけどね、まあ、薄塗りしてまあそれがアルコールが飛んでちょっと定着した頃もう一回塗ると、まあ、効率的かなと思うんだけどあんまり乾かしちゃうと粘りが出てくるっていうかやっぱりかくなって塗りにくくなるよねだからその一歩手前ぐらいで塗ればいいのかななんてね考えながら塗ったけど。 あだからといってね1箇所ね白髪が染まんねえからって紺詰めて塗っても意外とね時間ばっかりかかって染まらないんだよねやっぱりちょっと休ませて染めるのが手堅いなと思って考えてんだけどねなかなかうまくいかないねなんかねコツがあると思うんだよねそのコツが分かれば簡単にできるんだけどちょっとコツがつかめるまで、まあ、どのぐらい置くかっていうその休ませるかだよねアルコールが飛ぶまでそのコツが分かればまあもうちょっと。 簡単にできそうなんだけどコツが分かってないからなんかただやってるだけでまあ、そんなもんだよねコツが分かんないっていうのはねだから最近うちのお兄さんにねあのやっぱりハサミ先端が切れねえっつうんでさじゃあ鉛のあの台でさ叩かしてんだけど。 やっぱコツが分かってないと1日目だめ2日目だめ3日目ぐらいでちょっと曲がりだしたから <laughs> でとりあえず曲がりすぎちゃったりしたんだけどまあそれ修正しながらねトンカチの使い方もわからないっつうのそれやっぱり時間かかるよねコツがわからないっていうのはねただ叩くったってどこどう叩いていいかわからないし力加減もわかんないしトンカチ使ったことがないって基本ねまあ中学校ぐらいの時は使ったんだろうかしんねえけど。 だそういう時ね、やっぱり自分が叩いてね、直しちゃったら意味がないんだよね。だから絶対に自分はね、もう触,触るよ。あのどのぐらい曲がったとか見るけども、もう叩いたり研ぎはね、絶対ね、触わないようにしてるよね。まあそれはね、あのシザーだからね。だけどやっぱりお客様の頭とかでなんかトラブルあったらやっぱり直さなきゃいけないけどね、あの先輩とか大先生が出てってね、まあ、それとシザーってのはまた別だよね。 だけどこのシザーっていうのをね、まあ、お兄さんとちょっと話ししたけど、まあ、工業製品でしょ10年以上使ってるけどさこんなに使える工業製品っていうのも珍しいよね。エアコンだったらもうとっくに壊れてるよね。はい、ちょっとコメント返しね「白い洋服グッドですね」ってワイシャツ白いワイシャツ、まあ、そばで見ると黄ばんでるけどねそういうんでも何か気持ちっていうか <laughs> ちょっと気分変わるんかね見ててね。 で黒いワイシャツはねやっぱり黄ばまないから黒いワイシャツ着てんだよね。<laughs> やっぱり白だと黄ばんでさお兄さんのがさワイシャツいい高いの買うのかやなんか黄ばまないんだよねこっちは黄ばんでてさ <laughs> あの酸素系漂白剤でもやれば少しはマシになるかね。は <laughs> る先生毎度毎度ねあのホイールバランスのあまりいいねたくさんあってね用紙のさシザー研ぐ人用にさなんか溶かしてさ 鉛台にししてて売れねえかか <laughs> 汗しれんで溶かしてだけどさ日本人ってのはクオリティってうるさいからねただ単に溶かしたさアルミのインゴットそんなの、まあ、値段つかないよねまあレアメタルだから結構値段つくと思うけどなんか仕上がりが悪いとかさそんでもって結構めんどくさいんだよね一人一人にさ荷造りしてさあの。 なんだっけ宅急便で送るっつうの宅急便で送るだけで2,000円ぐらい欲しいよね手間暇ねそれプラス鉛溶かす代金結構ねそういうことやると高く続いた割にはクオリティが低い商品で文句やれたりするよね、まあ、そんなことやんないと思うけどねで値段の割にはね鉛をただた溶かしただけの丸いもんでね <laughs> クレームになるよね金返せって言われちゃうよね <laughs> 窓の断熱ね春先生ね まあ、確かに数百円で済むんだけど、あれやっぱり一番やった方がいいのがね。風呂場とトイレだよね。のトイレなんかも。朝方行くとさ外と同じ気温まあ。風呂場もそうだけどね。もう外と同じ気温になってっからね。まあ、これは両方ともやった方がいいよね。特に風呂場ね。あ、外と同じ気温じゃもんと寒いもん。<laughs> 寒さがね。身に染みるようになるからね。年ね々んね,んね。 うちなんか風呂場あんまり寒いともう嫌だからさ石油ストーブ大えちゃうもんね。窒息すんじゃねえかって意外と窒息しねえよあれね。窒息する前に今の石油ストーブ止まるね。<laughs> はいお疲れ様でした。